てインド神海は数千もの神々が乱立、力のある狂神を中心に。偉いね。ルドラ、シバ、助けてくれ！アスラのサテリック兄弟が村に。ここを束ねる頭はどこずら？俺たちが暴風神と赤い神でこれ！ったく、行くぜ。喧嘩に明け暮れる日。俺には夢があるんだ。夢？人間かよ！ドリーム！ドリーム！シバ、俺はな、インド神海のてっぺんに立ちたい。俺と一緒に行かねえか？俺とお前ならどこまでも登れる。しょうがねえな。だが、ひたすら前進する二中の姿に、一中倒すごとに相手の異名と、そして背負うものが増えていった。破壊と暴風だな。俺様たちが相手してやるよ。シバ、お前トントン。お、ルドラも終わったか。やっぱ俺たち強えな。今までとは桁違いにやべえ壁だ。俺らの喧嘩は怠慢だ。やるじゃねえか。俺たちがてっぺんだ。シバとルドラ1115中を倒し、インド神海の頂に立つ。あ、ほら見ろよルドラ、あれ俺らがいた田舎だぜ。シバ、てかさ、絶対誰も思ってなかったよな。シバ、やろうか。はあ、何言ってっかわかんねえ。しょうがねえな。最高に踊り明かそうぜ。流れる汗は豪雨となった。だがついにその時は来た。まだだ、これ以上は。インド神海のてっぺんに立ちたい。しょうがねえな。シバ、全力で向かってくる奴には最後まで全力を尽くせ。正真正銘、お前が俺たち1116中のてっぺんだ。ありがとう。